こんにちは。私が生のモンスターです。なかなか会える機会ないんですよ。なんでモンスターって言われるかというと、見ての通りです。いろんな人がですね、いろんなこと言うんですけれども、おかげさまで7歳から55年間モータースポーツ、車を楽しんでます。で、僕は車が大好きです。ちょっと見た目に大きい、でかいという人もいると思うんです。実は頭もでかいんです。そこでですね、実は今日持ってきたんですけども、スペシャルのヘルメットを実は僕に作っていただいててですね、そしてこの後ろにですね、マウント富士、実は来年の6月世界遺産を目指している富士山、これとですね、パイクスピークのチャレンジをかけまして、東京大学の川口洋一郎先生にデザインしていただいた、上が赤いのはマグマです。このエネルギーをですね、いただいて今年もレースに参戦しました。僕は車が大好きです。もう本当に車が大好きで、家内と寝るよりも車の中に寝たいくらい車が好きで、開けても暮れても車、車です。そして勝ちたい、負けたくないということで、実はずっと勝ちにこだわってまいりました。勝つというのはですね、本当に大変ですけれども、またとても楽しいことだと思います。一度でも勝つとですね、絶対に負けたくない、で勝ち続けたいと、それがまあ僕の今エネルギーです。で、車で勝つにはいろんなレースがあるんですが、私は多くのレースで勝ってきました。実は全て今までチャレンジしたので、チャンピオンを取ってきました。すごいんですよ本当に。わからない人が聞いたらただの大きな人ですけどね、わかる人が聞いたら花束ぐらい今パッと飛んでくるんですけどね。いや本当にですね、その勝ちを支えてくれたのはやはり仲間なんですね。この多くの仲間、見ていただいたようにニュージーランド人もいれば、オーストラリア人、もちろん日本人、さらには北欧の方、いろんな方に支えていただいてチャンピオンを取ることができました。いろんなカテゴリーで勝つことができました。勝つための僕はいろんなエネルギーが必要な中で、一番必要なのはやっぱり誰よりも速く走りたい、絶対に負けないんだという、これ一つだと思います。その思いが強いと世界中から仲間が集まってきます。いろんな人が一緒に勝ちを取りに行こうということで集まってきてくれます。そして誰よりも速く走りたいという思いが募ると、いろんな条件の車を作ろうということで、例えばこの車も世界で初めて乗用車のミッドシップ四輪駆動車というのを作りました。で、またその車の技術でアメリカのヒルクライミングも出まして優勝しました。車で勝つためにこのようなラリーであったりヒルクライミングであったり、いろんなカテゴリーに出てアジアパシフィックチャンピオン、世界チャンピオン、今もワールドレコードのホルダーということで、おかげさまでモータースポーツ界ではモンスター田島というと、知らない人は知らないけど知ってる人はみんな知ってると。そしてまたですね、この写真のように世界選手権のチーム監督として世界中も転戦しました。いろんな方々と出会い、いろんな楽しい話もすることができました。本当にモータースポーツは最高だと思います。私は勝つために方程式があるんじゃないかと思ってます。車と人が一緒になって戦うわけですので、人の力と車の力を合わせた総合力、これが大事だと思います。総合力、まず人間からということで、私自身実はレースの前になるともう痩せ細るくらいにダイエットをしましてですね、好きなお酒も断ち、甘い美味しいケーキも断ってですね、減量して大きい、最高が15キロぐらいですかね、減量していきました。
で、なんで減量するんですかって言うんですけど、確かにですね、車を1ミリ、1グラム、1センチということで小さく軽くしようとして、エンジニアもメカニックも頑張るわけですね。で、最後の最後まで来るとですね、あとコンマ1グラムなんとかならないかって言った時に、鋭いエンジニアの目が僕のお腹あたりに届くんですね。これはいかんと。車を軽くするのもいいけど、自分自身ももっと言うとですね、ハングリーな気持ちになるのと、チームのみんなと一緒になると一体感を持つということで、これは非常に大事なことなんで、そこで私もぐっとお腹を引っ込めるようにしてるんですけども、バレてしまいますんで、1ヶ月2ヶ月ぐらい前からですね、毎年ダイエットをするようにしております。で、同時にですね、やっぱりですね、この人馬一体でいく中で、ラリーの場合、助手席にコートライバーっていうのが乗るんですね、ナビゲーターで。今はですね、車の最低重量が決まってますけれども、ドライバーとコートライバーを一緒に合わせた車両の総重量で決まってるわけじゃないもんですから、私は若干重い、このハンディをですね、なんとかしようと思って、この可愛いブロンドのイギリスの女性を乗せて、決してですね、タイはございませんか。誰かが言いました、万が一リタイアしたら、むにゃむにゃむにゃと。いや、そうじゃないです。非常に優秀なコードライバーです。で、その中でもですね、ちょっと僕が多めなんで、彼女に協力してもらって、1グラムまで軽くした車にプラス、ドライバーもコードライバーも努力をして総合力を高めようとしている一例でございます。その他にですね、勝てる車を作ろうというようなことでずっと取り組んできております。で、これは非常にやりがいがある仕事でですね、例えば小さなエンジンの自動車メーカーと仕事をしたとき、大きな自動車メーカーに、大きなエンジンのメーカーに勝負しようということで考えて、小さいエンジン1個じゃ無理だと、それじゃあ1個がダメなら2個はどうだと、それでみんなで考え、そして何とかして大きなエンジンに勝とうということで作った車がこの車で、おかげさまでデビューで優勝できました。普通ここで拍手が来るんです。あれ、みんな発見取られて。いや、本当にこれはね、大変なことなんですよ。このことについては今日のディナーパーティーで一晩語り合いたいと思いますので、ツインエンジンというのは世界で成功したのは僕だけです。ぜひまたその辺も語り合えればと思います。何を言いたいかというと、こういうツインエンジンを作ってパイクスピークにも参加しましたし、そして95年には世界記録を更新することができました。確かにツインエンジンにすることによってエンジンの出力は倍になります。しかし重量も倍になります。それから重量バランスも前後に重いものがつくということで、ちょうど天秤棒を振り回すようになりますので、非常に車の曲がりづらさが出てきます。いろんなことを乗り越えて総合優勝できて、非常に私は誇りに思っています。そしてその後から今度はですね、ミッドシップのマシンというのも作りました。で、これでこれまでツインエンジンで苦労してたことをミッドシップを乗せることによってですね、いろんな技術の革新もできました。そのおかげでニュージーランドで10回開催されたレース・ザ・スカイで8回優勝できまして、キング・オブ・ザ・マウンテンの称号もいただきました。そしてその後2006年から6年間ワールドレコードを作る2011年まで優勝することができました。で、この車がワールドレコードを作った SX4 パイクスピークスペシャルと言われている車です。この車、いろんな技術を盛り込んで作りました。その結果ワールドレコードを更新することができたということで、大変に嬉しく思っています。この辺のメカジニムについてもですね、またぜひディナーパーティーでお話しできればと思います。そして車を作るというこの喜びですね、私は一貫してゼロから自分が走るところまでやってます。最初に絵を描いて、そして実際に試作モデルを作って、そして風洞実験をして、そして形を決めて、最後にボディ作る、そしてエンジンも全部作ってます。そのためにこういった工作機械も用意して、全部自分の手元で車を仕立てています。そうすることによって、大きな自動車メーカーじゃできない時間短縮、そして最も大事なのはスケジュール管理を私一人が全部できるということ、
さらに大切なのは自分の技術で乗りこなせる車を作ることです。でこの気持ちよく走る、速く走るということがいかに市販車にフィードバックできるかということなんですね。で私はこれまでモータースポーツで培った技術を市販車にフィードバックしようということで、いろんな技術をカーメーカーさん、あるいはデザイナーの方にお渡ししました。そうすると F1 に代表されるフォーミュラはどうなってるんですかと、もちろん作りました。これは実は二輪のエンジンを乗せたフォーミュラカーで、全日本のジムカーナーで今も練習をしている車を作りました。ただ私は速く走る、そして楽しむのにはフォーミュラはいいと思うんですが、やはり市販車へのフィードバックにはクローズドボディの、やはり一般の車に近い車でやるべきだろうと。でまたヒルクライムというのは一般の行動をクローズとしてやるものですから、非常にそういう意味では技術のフィードバックも大きいと。そして2010年私も還暦を迎えました。還暦を迎えてですね、いろいろ過去を振り返り、これからを考えているときにですね、私が世界選手権で歩いているいろんなラリー、例えばスウェーデン、ノルウェーのウィンターラリー、10年前までは雪と氷の祭典でした。今は雪も氷も溶けて川です。以前氷のスタッドで雪煙を上げて走ったレースが今じゃ川渡りになってます。いやこれはひどいなというような思いで、環境そしてエネルギーについてこのままでいいのかなと思っているときに、ベネッセホールディングスの福武総一郎と会いました。福武さんは僕に言いました。美しい地球を未来の子どもたちに残したい、田島さん協力してくれないかと。で私はですね、ちょうど還暦でしたので、よっしゃと、今までガソリンエンジンでいろんな培った技術を、じゃあこれからの環境とエネルギーを考える電気自動車の開発に生かそう、そう思って福武総一郎とともに電気自動車普及協議会 ABU を立ち上げました。これが、福武総一郎と僕、どっちがかっこいいでしょう。固く握手をして、どちらが年上でしょう。これも難しい質問です。非常に教育界のトップと、まあ自慢ですがモータースポーツ界の私が一緒になるというのは、多分変わった組み合わせだと皆さん思われると思うんですね。でもそこは環境とエネルギー問題、さらには美しい地球を未来の子どもたちに残したいという、そういう思いでつながっておるわけです。その後ですね、環境に優しい車を作らないかんということで、レースカーを作るスピードと品質でどんどん車を作りました。例えばこれはガソリン車のエンジンを下ろしてモーターを積んだコンバージョンです。こういった車を作りまして、現在静岡県の磐田市で実証試験中でございます。市長も非常に喜んでいただいて、マラソン大会の先導車にこれを使っていただいていると。でまたこういう超高型モビリティを使いまして、横に乗ってますのが静岡県の川勝知事です。2人で新東名の開通式に通り染めをさせていただきました。そんなわけで電気自動車を作ってどんどん普及をと思ってたんですが、なかなか思うように進まないんですね。いろんな問題があるのは百も承知です。しかし進めるにはどうしたらいいかということで、私は街を走れる車をということで、こういった超高型モビリティのナンバー付きの車を作って、これはテリー伊藤さんですけども乗っていただいたりして、非常に好評をいただいたんですが、まだまだ普及に我々の期待しているスピードに追いつかないと。そこで何とかせないかんということで大きな決断をしました。私は2011年までワールドレコードを持つ6連覇をしているチャンピオンです。しかし電気自動車の普及を目指す福武総一郎の思いを実現するには、このままのスピードじゃ追いつかんと、じゃあ私自身がやろうということで、私の持っているガソリンエンジン車で作ったワールドレコードに私が作った電気自動車で挑戦しようと。これはなかなか大変です。しかしやらなければ、誰かが始めなければ、技術の革新も新しいアイデアも出てこないということで始めました。非常に嬉しい顔してるんですけども、これはまだできたほやほやの時なんですけれども、この車を見てですね、私から上の年代の人はマッハ55に似てるなとかですね、
アメリカに持ってましたら、持って行きましたらバットマンカーとかですね、まあ、いろんなアイデアがあったんですが、実はこれは私が小さい頃思い描いた車そのものをスケッチして作った車です。ですから車のブランドは私の田島モーターというブランドにして、大手自動車メーカーの名前がついてないのはそういうことです。本当にガソリンエンジン車に勝つのは大変です。真剣に考えてますけども、実はまだ悩んでる最中なんですけども、本当に大変なんですよ。やはりエネルギー密度とか、まあ、細かい話はさておき、技術革新がまだまだ進まないとですね、ガソリンエンジン車に勝つのは大変です。しかしやらなければ、誰かがやらなければということで、私はここに頑張ろう日本という刺繍を縫い付けてるんですけども、自分が頑張ることが東北の復興だとか、少し今元気のなくなったシニアの方々にもぜひ目覚めていただこうという思いで、この頑張ろう日本の刺繍をつけて競技にも出ました。本当にこのコクピットから自分自身で考えながら、なんとか自分のガソリンエンジン車で作った記録に勝ちたいという思いで、まあやってるところです。まだまだ大変ですけれども、頑張っていこうと。そして今年のレースです。頑張ったおかげでプラクシス1位、プラクシス2も1位、プラクシス3、1位、そして予選も1位でした。これでいけると思ったら、残念ながら決勝はモーターがショートしまして、どうもモンスターの気合にモーターが焼き付いたなんてアメリカのメディアにも言われたんですが、しかし手応えはあります。負けずにこれから開発を進めていきたいと、まあ、こんなふうに考えております。私は本当に完了を過ぎてます。でもまだまだ私はモータースポーツを続けていこう、車作りを進めていこうと思ってます。でその中で今注目しているのがやはりジュニアです。私たちの小さい頃憧れる先輩、先生、いろんな人が大人の世界にいました。最近ちょっと残念なのは、子供たちが憧れる大人が少ないような気がします。そういう中で私たちから押し付けるんじゃなくて、子供たちから寄ってきてくれる、そういったことができないかということで、この車のローンチも中学校でやりました。市長も駆けつけてくれました。で私はですね、この車を通して私たちの経験、スキルをジュニアが我々に求めてくれる、教えてほしいと寄ってくるような、これからプロジェクトを進めていき、シニアのアクティブシニアになっていただく、そのアクティブシニアの経験、それをスキルを、それをジュニアに伝承していけるようなプロジェクトを、ベネッセホールディングスの福武総一郎とともにやっていきたいと思っております。今後とも応援よろしくお願いします。